クロちゃんクロワッサンチャンネルじゃないよね。クロちゃんチャンネル始まるよやばいね。クロワッサンだからね。クロワッサンチャンネルみたいな感じなのさ。今日からですね、クロワッサンチャンネルでやりたいと思います。はい、そうだ、クロワッサンチャンネルがちょうどいいかもしれないね。はい、クロワッサンチャンネルの白眼鏡でございます。いや、よろしくお願いします。チャー社長ですね。今日ね。クロワッサンということで、サメワッサンをご紹介できればなと思いますね。いや、ですね、最近思ってるんですが、すぐサメをいじりますよね。美脚ザメ。そうだね。以上か。いや、あれだ、サメの抜け殻からサメのぬいぐるみ、サメのぬいぐるみ、サメニャン、サメニャン、いいのかあるね。サメってさ、やっぱモチーフとしては扱いやすいんだよね。意外と売れてるわけですよね。もちろんサメのモチーフとか猫のモチーフはやっぱやりやすい。なるほどなるほど。やっぱくくりあるからサメって人気なんだよね。サメ、爬虫類とか。昔は猫が一強みたいな感じでしたけどね。そうだね、猫は一方で色ができる。まあサメはいくつかさ形あるんだけど、やっぱモチーフとして可愛いんじゃないかなっていう。まあね。そんななんか人気だと思ってませんでした。いや、人気人気。ありがとうございます。いや、本当こちらこそ。で、今回サメワッサンってことね。これリンゴさん、リンゴさん、ツイッターでリンゴっていうね名前やってるからね。ペンネームが、ペンネームがなんか大変ですね。サメワッサンなのにリンゴさん、難しいですね。アップルパイみたいな感じですね。アップルパイみたいな感じ。そうなっちゃうね。なんかリンゴって出てきたらね。そうですね。しかもひらがなでリンゴなんです。そうだね。なんかね、大阪の芸人さんみたいな感じでね。これリンゴさんがツイッターでねサメワッサン、はいはいはい、クロワッサメで最初つぶやいたのかな。ちょっと今回サメワッサンって名前してるんだけど、まあそれ結構その反響があって、で今回まあそれを声掛けさせていただいて商品化って感じで。あれ本当は一種だけだった。一種だけこれだったね。あ、なるほどなるほど。でまあそれ元にこっちの方でちょっとリサイズさせてもらって、で他の案もちょっとねあ、これかな？こっちだったかな？こっちだな。うん。ちょっと調整してるうちの方で。なるほどなるほど。ガチャ用に。ガチャ用にアレンジして。そうなんだよね。で一個一個ね、まずねホオジロザメだね。まあこれでしょうね。じゃあこれだったね。うん、みんな大好きだもん。ホオジロザメすっげえ可愛くね。すっげえ可愛い。まるまるだよ。太ってるね。このねクロワッサン絶対美味しいよね。いや、これ商品化するさパン屋さんもあるんじゃね。あ、サメワッサンを。サメワッサン、いや無理よ。いや、できるんじゃない。結構最近さパン屋さん行くんだけどさ、可愛いモチーフのやつ多いよ。あれアンパンマンじゃなくて。アンパンマンも多いけどさ、最近ちょっとバズってたのがさ、パンがさひび割れちゃったものをそれをさ怪我っていう風に、ひび入ってる、そうひび入ってることを普通だと処分しちゃうじゃん。ちょっと怪我してる風にそういった感じでポップ作って販売してるところがあって、それバズってたね。じゃあサメワッサンもぜひぜひねパン屋さんお待ちしてます。お声掛けお待ちしてます。でホオジロザメね、これ可愛くできてるでしょ。でこれボールチェンつくからね。これね、本当美味しそうよ。そう結構難しいのがこのシワ感とツヤ感、あとこの発色がすごい難しいんだよ。発色？発色。パンの焦げ目って結構ちゃんとやると焦げちゃってるっていうかダークな感じしちゃうんだよね。ああ。このなんかいい発色を表現するのに結構時間かかった。香ばしさみたいなこと。そう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 。確かに。でもすごい今美味しそうよ。本物のパンより若干フィギュアにした時は黄色をちょっと多くしてる。オレンジっぽいっていうか。なるほどなるほど。本来のパンってもっとなんて茶色。あ、もうそうですね。なんだけど、フィギュアにした時は少しオレンジっていうか温かい感じの色にした方が綺麗に見える。これ本当伝えるの難しいですね。難しい。わかるかなこの感じ。でこれさ、ほら。何？細かくさ、墨が入ってるわけよ。入ってるよこれは。筆でシャーやってんすかね。ね。いいでしょう。大変よこんなん。本当に可愛いな顔とかも。本当これね、皆さん嘘じゃないんですがね、クロワッサン食べたくなりますよ。ね、本当にね。うん。甘い匂いしてきた。え？香り付き？なわけね。嘘はダメだな。で続いてねジンベエザメ。これはいいよ。ジンベエザメの背中っていうのをまあ一応その白い斑点あるじゃん。まあそれを砂糖に見立ててるんだよね。なるほどなるほど。うん、今回。これは商品化しやすいんじゃないですか。そうだね。で目はさ最初白くしようと思ったの。白くするとちょっと死んじゃってるように見えるから茶色くしてまあチョコレート風っていう。なるほど。そういう演出をしてる。黒ごまじゃなくてね。そうそうそう。チョコレートのよって。なんで黒ごまなんだよ。なんで黒ごま出てくるの。あるじゃない。ごま入りのクロワッサンみたいな。確かにあんま好きじゃないけど。普通のノーマルが好きだわ。で続いて白メガネがあんま得意じゃない。ノコギリザメ。違うよ。シュモクザメだ。あ、シュモクザメ。こっちか。そうそうそう。こっちだったらシャンマーとシャークだ。可愛いでしょほら。ノコギリザメはもう見たまんまじゃないですか。そうだノコギリザメで可愛いね。舐めないでくださいよ。舐めてはないわ。そっかこっちだったね。ハンマーヘッドシャークこの尻尾の感じがね。すごいすごいですねこれ。いいでしょ。だいぶこういうのこうボリューム満点。そうね。あ可愛い。口可愛い。わかる？ね笑ってるね。うん。で最後が猫ザメ。ああ猫ザメね。猫ザメねよく出るね。よく出ますよね。目がボコッとしてるのは猫ザメっぽいな。そうだね。サメの特徴を捉えて今回展開して可愛くて骨めしてる。これいいですね。でパンダからクロワッサンの形状の分かるとボコボコの感じっていうのは全部統一して表現してるね。そう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 。実際このパンが食べたくなっちゃうね。いやもうぜひねコメント欄には多分書かれてますよパン屋さんから。ぜひぜひやりたい。うちのパンにさせてください。主力にね。はい。それは嬉しいわ。これは12月発売。全5種400円展開する予定なのでこちらもぜひチェックしてみてください。今日紹介させてもらったサメワッサンマスコットボンチューでした。これから12月商品がスタートします。よろしく。